田辺るい、石飛びえりかの帝王大附属高校潜入部。はい、鬼川夏役の田辺るいです。はい、東方優希役の石飛えりかです。はい、この番組はアプリゲーム六本木サディスティックナイトの魅力を余すところなくお伝えするため、私たちがその世界観に潜入し、より深いところにあるその楽しさの真髄をお伝えしていこうという番組になっております。はい、ぜひ皆さんチャンネル登録をして、さらに通知をオンにして見逃さないように楽しんでください。今日はこんなことをやって遊んでいきましょう。ナイト昭和ジュエル。昭和？はい、六本木サディスティックナイトのお客様はダンディーなおじさまが多い。確かに。ということで、そのルーツとなる昭和をクイズ形式で勉強していこうじゃないかと思っております。いいじゃん、いいじゃん、いけちゃうね今日もね。私たち、あの、平成生まれだよ。でもいけちゃう、昭和素敵だもん。なんで毎回そんなに自信満々なの？やっていきます。はい、第1問。はい、ポケベルで数字しか送れない時代でも恋人たちは思いを伝え合いました。では愛してるとはどう打つでしょう。うわ、これなんだっけ。あ、愛してるはどう打つで、数字でだから、じゃあ1何とかそういうことってことですね。あー待って、あるよね。あー難しい。ヒントないあてし、じゃあ5文字ってことですか。あ、わかった。せーの。え、一番最初以外合ってる。愛してね。あ、じゃあ言わなかったんだ。あー悔しい。英語の愛みたいなってことですか。愛してるってことが歌でありますよね。誤解してるのに、愛してるのサインだ。そういうこと、私それが入った。はい、はい、こちらです。バブル期、女性は暇な時に呼び出して食事を奢らせる男性を、あ、なんて呼んだ。これママがやってた。その話大丈夫。ママ大丈夫。ママ破天荒母って有名なんで。わかる、知ってる。暇な時に呼び出して食事を、何パターンかありません。ママが言ってたのじゃ違うかも。違うかも。せーの。アッシー君。パパ。でもこういう系、こういう系ですよね。年代確かに。ああ、なるほどね。アッシー君に送らせてメッシー君でご飯食べて、アッシー君で帰るってことですか。うわーすごい。すごいや。じゃあ続いての問題こちら。はい、ではつなぐ君は女性にとって一体何をする男性。つなぐ君ではって、さっきのに続いたってこと。あ、分かったよ。そろそろ当てたいね。せーの。あれ、え、電話を持ってる人。ちょっと人をつないで説明させてくださいよ。昔のさ、昭和の人ってあのでかいさ、平野ノラさんがほら持ってるみたいな、ね、あれを持ってて、あれ高いって聞いたから借りて電話してアッシー君を呼ぶ。それをやるのをつなぐくん。ちょっと人をつなぐ。なんかめっちゃ素敵な。なんか出会いを求めてる。ああ。紹介してつなげる。違うってことでしょ。何、うん、ビデオデッキなどの面倒、配線をやってくれる。面倒の配線、それつなぐくんって言うんですか。化けるんですね。全部一人じゃダメなんだ。え、知らなかった。次の問題こちら。バブル期にモテていた青年実業家のことを何と言うの。知らない。最初の文字なんですか。いや、難しい。とりあえず思いついたの書いてみて。せーの。ヤンキー。ヤッピー。ヤッピー。違う。ヤングエグゼクティブ。ヤングって言うんだって。知らない。知らない。え、これ見てる先生みんな知ってるのかな。知らなかった。最後の問題、ラスト当てたい。こちら。はい、昭和のゲッターズ。ゲッターズ。え、ヒントヒント。ゲッターズ、もしの反応。でも昭和ですもんね。イケイケ時代ってことですよね。せーの。女をゲットする人。おお。ディスコ帰りの女子をナンパする男子、主にソアラ等で送ろうとする。ちょっと待って、ソアラって何。バブルカー。え、ツードアの車。へえ。先生もソアラ乗ってた可能性あるの。イケイケだ。ということで、はい、以上ナイト昭和ジュエルでした。ではここで六本木サディスティックナイトのいろんな告知をしちゃいます。六本木サディスティックナイトでは3月20日よりトライアングルラバーズイベントを開催中です。新カードチアガール姿の小笠原舞、大場美里となっております。元気に応援する姿が可愛いですね。ぜひイベントに参加して新カード
カードをゲットしてください。そして6周年ということで、六本木サディスティックナイトを夏、春、三里、あずさで歌った六本木サディスティックナイトナイトジュエルバージョン、川村由美さんが歌う挿入歌インコエイトライトを含むキャラクターソング CD 六本木サディスティックナイトはアニメイトほか全国の CD ショップおよび Amazon ほかネットショップにて絶賛発売中です。 CD の封入特典には MR 夏がもらえるかもしれない CR コードがついてきます。5枚で MR 夏が確定します。これは初回限定特典になるので今すぐ Amazon でポチってください。ますますパワーアップして展開していく六本木サディスティックナイトをこれからもよろしくお願いします。この田辺るい石飛エリカの栄養大附属高校潜入部は次回は3月30日配信です。ボイスドラマ第2弾の情報をお伝えしますので、チャンネル登録をして通知をオンにして絶対に見てくださいね。じゃあ先生、また来てねー。